はい、じゃあ早速始めます。今パリから帰ってきました。で、ここは淡路島の岩屋にあるファンファンっていう、まあ、お母さんがやってるカフェです。まあそれは今どうでもいい、どうでもいいというか、まあ別にそれは今どうでもいいんですけど、まあ、パリから今帰ってきて、ノミノイチとかブロッカントとかビットクレニエでいろいろ買ったものをちょっと開封していきたいと思います。で、ちょっともうスーツケース4つと、あとなんか手持ちとか入れると合計132キロ買ってきてたんで、もう今深夜の1時なんで、さすがにもうちょっと寝ようと思うんですけど、ちょっとなんか状態割れてないかどうかとか気になるからしょうがないので、まあ、そうやな、1個だけ、いや、そうそう、だからちょっと1個だけ開けようと思います。で、まあ続きはまた明日の朝やろうかなと思うんで、ちょっとまあとりあえずこれだけ開けようということです。取れてるかな、見えるかな、まあまあとりあえず、はい、じゃあオープン。まず割れてないかどうか、じゃあほんまテンション上がるな。ちょっと今あれや、お腹インしてたけど、ちょっとお腹冷えるからインしました。まあそんなことはどうでも今は。はい、じゃあ一皿目開けます。はい、こういう感じで全部ね梱包してきたんで、なんかハサミとか欲しいかもな。ハサミな、まあいいか、あるそこ、あったっけ、あーそこかないか、あーじゃあこっちはこっちはないわある、これ開けれたらこう開けた方がいい。まあどっちでもいい。うん、お母さんも開けようかな。開けていいよ。うん、あこれはまあでも一個ずつ行こう。それなんか中みたいからびっくり。これいきます。割れてない。割れてない。はい、よかった。まず割れてるか割れてないかっていうちょっと不安がある。これは手荷物やからな。まあまあそうや、うん、で、これどういう風に開ける？これ使う、なんか捨てへんけど、とりあえずまあいった。うん、いいやつなの。一枚目。あこれ多分離れ目やわ。おそらく。あ、ちゃうかって、あ、ちゃう、いや、たぶん、そう、あ、違うか、割れてないよね、割れてない、えぇ、ーこれ何やったっけ、リモージュか、それは何セット、リモージュや、うん、めっちゃええやん、はい、ええー、な、うん、まあ、第1号、これ、リモージュの、さらいい感じ、まあ、テンション上がるな、よっしゃ、これはあったの、あ、俺のコッパーか、うん、これはじゃあ後でいいか、うん、全部いってくれ、はい、行ってください、割れてない、割れてない、離れ目ちゃうな、これは、あー、これ誰が勝った、それ俺が勝ったわこれは正直なんかあんまりやねんけどでもこれディゴワンやね、うん、これまあ、多分ここからでは絵見えへんと思うけど、まあまあこれも可愛い、普通に、あ、これだな、よかった、割れてない、これお母さんじゃん、違う4万、あれでも違うな、あ、違うわ、え、これはいつ誰が買ったやつだっけ、 BP 可愛いな可愛いなこれお母さんか、お母さんかな、かもな、これ倉庫シリーズかも、ここで出てきてる、そうやな、サンゴシリーズ、うん、あ、あ、ちょっと俺も開けて、はい、これは2枚入ってるわ、てか、なんか割れてないぞ、割れた、この手荷物やったかな、あ、じゃあ着ないで今のそりゃそうか、あ、これお母さん開けていいですあれやわ、ちょっと1枚だけ開けさせてこれあれ、バンブーで買った2枚で買ったやつ、あ、お母さんが、あ、おっちゃんが、そうそう、はい、ウェイはい、見えへんな、ここからと、まあ、とにかく可愛いです、これ何やったっけ、これあれや、ジアンやな、書いてある、書いてある、ジアン、うん、これマジで激渋じゃね、なかなかの年季やけど、うん、その年季がさ、まためっちゃいいわ、めっちゃ可愛い、うん、これいいねテンション上がるな、じゃあじゃあ次行きます、これ行こうか、はい、かなりちゃんと梱包しっかりしてるもんな、うん、こ
これなんかであの使うかもしれんからな。なんかあ、ハザリムやん。やんな。そうやねんけど、うん、そうか、2枚買ったん。うん。何で今って。いや、なんかちょっと小さい気にして。いやいや。小さいから。びっくりさせんといてよ。あって割れたのかと思って。そうかな。ちゃうやろ。お母さんが買ったやつや。あ、そうか。うん。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん、これ。でもそれ2000年か。ヴィンテージじゃないな。2000って書いてある。ほんまやな。うん。でもなんか花リムに似せかけた。でも花リムに似てるよねってことか。うん、そう、めっちゃ可愛いな。まあでも可愛いな。これは工場じゃん。これ工場か。工場。工場やな。倉庫。倉庫。これ、はい。こんな感じ。倉庫。あ、ここにあったら見えたんか。ちゃんとやればよかった。うん、あ、まあちょっと見せとくと、うん、まあこれはなんか花リムに近いやつ。サルグミンヌの花リムに近いやつか。似てる感じ。うん、で、最初に開けたんがこれ。うん、これは何やったっけ、リモージャやな。うん、で、二つ目がこれ。これは落ち窪広いかな、分からへん。名前忘れたけど、これディゴワンっていうやつ。これも可愛い。で、お母さんがあのバンブで買ったやつ、これやな。これ可愛いな。うん、これ何やったっけ、これがあれか、ジアンか。うん、これ可愛い。で、これも可愛い。何やこれ。ノーブランド。それ、ノーブランドじゃないねんな。あ、これ BP や。ブリティッシュって言ってたやつや。いや、これな、何やったっけな。また後で調べよう。うん。うん、OK。じゃあ続きまして、これも後から調べよう。で調べよう、うん、なんかこのさ、なんかわからんかったやつもさ、うん、なんか調べる時間が楽しいな、うん、待って、お皿またここあるから、お皿の前に最後ちょっとコッパー開けていい、うん、あれやね、なんだっけ、こういう風に、これなんてやったっけレース、レース、このレースとかもめっちゃいろいろ売ってたお店で、俺あんま使わんねんけど、まあ、可愛かったから買った。まあ、レース使わんよな、ここファンファンで、うん、いや、かわいいから、ちょっとレトロっぽいし、そうそう、まあまあなんかな、俺、かわいかったから買っても無事です、この子も。これはリモージュのセットやな、うんうん、あのビットグリニーで買ったとこやな。リモージュのシグマフランスって書いてあるわ。これはちょっと古いけど、あ、これ出ました。 ありがとう、ありがとう。これ、出ました。わかった。これ何てやったっけ。ソーシエール。ソーシエール、うん、ソーシエール。今回の旅唯一。ソースを入れるための入れ物なんやな。昔はそういうのに入れて。そうやな、うん、これ、リモージュのソーシエールです。これほんまに俺なんかフランスのこの飲みの市行くまで存在さえ知らんかったんやけど、そのお母さんがいろいろ教えてくれて、まあ、事前にちょっとは知ってた。このソースを入れるんかな、分からんけど、かわいいな、これウケんねんけど、絶対家で使わへんけど、なんかこのパンパンに置いたらまあまあいい感じかも。この辺コッパーやもんな。はい、あ、ありがとう、来ました、完璧、はい、暗くて見えへんかな。これはコッパーの、めっちゃかっこいいな、これ改めて見たら、これはどこやったっけ、ベルギーや、そう、うん、ベルギーから来た、まあ、フランスの飲みの市で買ったけど、まあ、これティーポットやな、温める。あ、かわいい、くっす、割りかわいい、で、これはティーを入れるここの中に、こういう感じで入れて、そう、このさっきのコッパ、まあ、全部コッパやねんけど、うん、こう入って、沸かせるみたいな、ちょっと待って、中が網になってるの、これ、そう、網になってる、だからここでちゃんと煮出せるというか、うん、めっちゃ可愛い、めっちゃいいですね。で、これは、まあ、同じコッパのやつで、シュガー入れるな、こんなにシュガー入れることはないけど、うん、で、それがあれ、そう、ちゃんとやって、あれ、コッパなかったっけ、よかったような気がするけど、まあいいや、じゃらーん。これもかっこよいね。これはもうコッパーの普通にただの、まあ、お盆みたいな感じだ。で、まあこういう感じで置いてあって、ね、もう一個なんかどっかに置いてくるな。そう、ミルク入れたの。あ、それ、あ、ミルクを温めてこう入れるやつやねんけど、めっちゃかわいい、これ鬼かわいい、おー、鬼かわいい。
クッションで入れとって、俺のシャツやった。はい。じゃあ最後行きましょう。割れてなくてよかったな。機内の人も怖いよ。なんかこれ、あ、そうやね。そんな人何やろ、お母さんちゃんか。いや、そうやな。開ける絵を開けて。じゃあやつ開けようぞ、お互い。これは伊沢くん、お母さん。いや、これ全部同じ、あ、ちゃうわ。これはサルゴミンのや。めっちゃ可愛いな。うん、可愛い。ほんまやな。うん。これは…サルゴミンの、これめっちゃ可愛いやん。うん、これ、まあ平皿やけど、ここの縁な、めっちゃ可愛い。これはなんか刻印あるけど、分からへんけど、これ誰買ったの？これ俺やで。あ、これあれや、倉庫やわ。倉庫や。うん、うん、うん。あ、なんかでも書いてあるな、一応。書いてあるな。うん。うん、あ、でもこれドイツやわ。うーん、まあでもこれも可愛い、うんうん、あ、これも出てきました。あ、あらら、これ、どこ、これ、あ、これあれやな、これジアンちゃん、あと BP や、あ、BP や、さっきのやつと同じやん、ここ、うん、あれ、あ、これ倉庫か、あ、倉庫っていうのは、あの、あれね、買った場所のこと言ってる。これどこで買った、な、だってこれとこれ同じやん、GP な、BP でな、平皿とあれやけどな、で誰が買った、誰が買ったのかは微妙やなまあまあそこは仲良くやりましょう取り合いしたからな、ああこんなとこか、ちょっとまだまだまだ、ああほんまに忘れとった、はいはい、これ上げていいね、最後、はいはい、1枚重なっとるかもから、はい、気をつけて、じゃあ何、そっち、あ、これ倉庫や、あ、倉庫か、これ倉庫や、うん、あれこれあったな、同じシリーズ、うんうんうん、これリモージュか、これね、さっきのやつと同じ、はい、1枚目のやつ、これはさっきめっちゃ可愛いやん、オックスフォードだから、まあイギリス、なんか可愛いから、あ、これお母さんやん、うんうん、可愛いから買いました、めっちゃ可愛いね、これ、うん、これ何、オックスフォード、うんうん、これ可愛いな、うん、これなんか、なんかアーリオール、なんかパスタ、うん、オイルベースのパスタとかめっちゃ映えそうやな、うんうんうん、かわいい、これ青い縁でめっちゃかわいい、こういう感じいいな、うん、以上やな、はい、無事でよかった、ただ倉庫やな、これは、ね、倉庫やな、うんうんうん、まあでもまあいいや、でもまあこれはビットルニア、混ざってた、混ざってるわ、うんうん、まあ、だからちょっとここを手元を移すと、はい、まあ、ちょっと暗いけど、うん、まあ、今開けたやつ順番に手元を見せると、うん、バリ汚いわ、まあまあまあこれ1枚目やな、うん、これリモージュやな、うんうん、これかわいい、うん、でこれが、うん、あれビットブレーニーで買ったやつな、これもリモージュやけど、うん、リモージュ好きやな、そうそうそう、うん、でこれがバンブで買ったやつやな、2枚で買ったやつやな、あのおっちゃんから、そうそうそう、うん、これもめっちゃかっこええな、これが何やったっけ、何やったっけ、ジアン、これジアンや、うん、あ、そうそう、うん、ジアン、これ鬼渋い、うん、これは今のあれか、サルグミンだよな、うん、これシンプルやけどかっこいいな、うん、これ倉庫か、倉庫にもこんなあったんや、すごいな、うん、でこれジャーマニーやな、まあシンプルやけどかわいい、うん、そうかわいい、でこれ金色もお母さんかな、あれ俺やで、あ、そう、うん、これ鼻リムに似てるやつやけど、そうそう、ちょっと違います、うん、買います、2つあるんか、うん、これね、かわいい、うん、これかわいいな、うん、なんか萌えとかも好きそう、でこれが何やったっけ、これちょっと忘れた2つあんねんな、しかも、うん、平皿と深皿、うん、まあ可愛い、うん、でこれはさっきの、 あのリモージュと同じ一式のセット、それはどんどん出てきます、これから、うん、なあ、これはカップもあるしな、うん、これセットでもう何十枚って買ったもん、なあ、うん、これ地味にめっちゃ可愛いねんけど、これ何やったっけ、でもオックスフォードか、うん、ああ分からへん、うん、だからイングランドかな、まあ普通に可愛い、うん、でこれもバリ可愛い、これもう一個なんかが出てくる、そうやなコッパー、まあこれ先見せたけどこんな感じやな、これ茶入れて茶ティーかまあまあこういう感じ入れるやろ、ここに入れて、そうこういう感じで、で蓋閉めてこのティーポットに入れて、まあ蒸すと、これマジでバリかっこいいわ、でこれまあ同じくシュガー入れね、俺コッパー好きやね、めっちゃかっこいい、あともう一個あったな、ミルク入れが、まあっていう感じやね、まあちょっと第1弾ということで、まあもう夜遅いから、無事やったな、よかったよかった、うん、まあこういう感じで明日の朝また開けようと思うんで、いろいろ、まあ今日はこんなところで以上です、はい、
ありがとうございました。ということで第1弾終了です。まあスーツケースじゃなくて、あれ機内持ち込みに入ってたやつ、まあ全部割れてないし、まあ全部無事だったんで状態も良かったんで、よかったな、よかった。ということで、そうやな、まあ明日の朝またスーツケース開けて開封しようと思うんで、まあちょっとワクワクが止まらんけど、まあ明日の朝またやりましょう。ということで今回は第1弾以上です。おやすみなさい。バイバーイ。はーい。見えるかな、ここからね、見えるか、オッケーオッケー。